横隔膜が。テロップを入力中。ちょっと息止める。ちょっと息を止めてみる。え、テロップが。出た。じゃあみんな、オンラインお話し会再販受付中なので、この期間に私のことを好きになってくれたよって方、ぜひぜひお待ちしております。ぜひぜひというか来てください、会いに。ふう。シャツ作りが止まらん。どうしよう。オットセイみたいな声。天下海さん、応援してるギフトありがとうございます。かわいい。4月のギフトかな。えらいって。ええらいってすごい。えらいってさ、共通語やっけ。えらいねって共通語。あ、これキラ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 な服かわいくない。でもホットミルクまみれになった。600って数字、うわっ、ほんとだ。推しを600回訪問だね。真の寄せの舞台じゃないか。こちらの世界へいらっしゃい。ピカピカ。あ、そういうことか。新成人、新成人じゃない、新社会人か。新社会人ってことか。見て、ファンデーションがね、今使っとるファンデーションがもうなくなったけんさ、新しいファンデーション買いました。かわいい。かわいくない、新しいファンデーション。今もっとファンデーションがさ、待って、なんかこれさ、初期傷ついてんだけど。え、悲しい。今日めっちゃついてない日なんですよ。みんなに聞いてほしい、今日はね本当にとことんついてない日なの。あ、よかった、傷じゃなかった、消えた。とことんついてない日だったの。なんかね、カフェにね行こうとしたの。レッスン終わりにカフェに行こうと思って、なんか電車に乗ってまでカフェに行ったんだけど、まさかの私たち今日4月2日だと思ってたので、なんかそこが4月3日4日が定休日だったから、あ、今日空いてるじゃんと思ってさ、電車に乗ってさ、そこまで行ったんよ、目的地に。そしたらさ、空いてなくて、はあ、なんでやーって言ってさ、怒っとってさ、ちょっと怒ってさ、あの携帯のさ、携帯のさ、ホーム画面開いたらさ、あの4月3日って書いてあってさ、あのえってなったよね。私たち4月2日を生きてた。今日は空白の4月2日。バブルを感じる、ほんまに。トゥ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 。そう、悲しい。偉いって、そう、偉いってさ、なんかさ、標準語やとさ、あ、違うか、山口県の、山口県は、そっか、偉い、あ、違う、山口県が、そっか、山口県が偉いを逆にネガティブに取るんか。逆だったわ、私、逆だと思ってた。そうだわ、山口県民が偉いを
逆の意味で捉えるんだわ。オンラインお話し会みんな待ってます。再販が始まりましたので。辛いの偉いが山口弁なんか。こんばんは。みんな会いに来てくれるかな。いいと思う。キラキラ。辛いの偉いとは違うんか。中国地方やと通じるんか。ピンクのリーゼントじゃないこれ。マイメロです。月影さんピカ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 の1年生。いや本当に私さ、よかった。おー9日の夜もトレード獲得しました。素晴らしい。ついてるね。私今日とことんついてない日で、そうほんまにカフェがさ行こうと思ったカフェが閉まっとるやろ。その後にさスタバに行くやん。スタバに行った後にさそのスタバをさ持って帰ってたらさ、なんかさ手からさ離れちゃってさスタバがで地面にさスタバの持ってたやつが叩きつけられちゃったの。でもね蓋が頑丈に閉まってたけんこぼれることなく、ストローは終わっちゃったんだけど飲めた。そしてその後にさ、この買って帰ったさホットミルクを買って帰ったんですよ。そしたらさホットミルクのさ蓋をさ、これさ、これは L サイズかな、 M か、これ M サイズのさコップなんじゃけどさ、私さ蓋をさメガサイズのやつこれを蓋をメガサイズのやつを間違えてつけちゃって、こうやってなんかこう飲みよったら多分メガサイズやけんさ、これのさこれに対応してなくてでかいけんさ、ジャバジャバジャバってめっちゃ垂れてきてさ、もうめっちゃさ腕も服もさミルクまみれになった。え、やし、なんかそうちょっとここでみんなにさ、もう今日の役を払うために、もう今日ついてなかったことを言って全部成仏しよう。そう、あとはあ、そうなんか焼肉屋さんに行ってなんかお会計を してたんですよ。お会計しようと思ってお財布出したらなんか手が滑ってさ、なんかさ横にあったさボトルのさドリンクとかをさ冷やしとるさ水槽にさお財布が飛んでったんですよ。でお財布水没したんです。やばない。今日はとことんついてなかった。明日はいいことがあるといいな。いやそう、なんか全体的になんかさ握力鍛えなきゃだよね。いやマジコントじゃん、コントのような生活を送っとった。私は夜勤空白の4月2日を今日生きてたの。コンタクト外そう。ここには存在しない空白の4月2日を過ごしてました。いやそうマジで明日めっちゃ多分ついてるんだと思う。明日ついてる日だと思う。そうじゃないと今日の元が取れん。こんばんは、たのみー。こんばんは、たのみー。今日買ったファンデーションちょっと使ってみようかな。エープリンのピンクティーツリーのなんか新商品、カバーアップグロークッション。コンサートでマイク飛ばす？いや絶対飛ばさんようにする。あパフがどっかに飛んでった。でも救出した。
吸出したいおー吸出大成功だよね。それかわいそうやんな、みんな慰めて私のこと私のことを慰めてください。悲しいよ悲しいよ。なんか開いちゃいけん場所が開いたんやけど、変わってあげたいって。明日はいいことあるよ、そう信じないと、そう信じないと生きていけないわ私。明日はきっといいことあるよね、そうじゃないと嫌だそうじゃないと嫌です。うわあ、すごい。ギュッと閉じて。新しいファンデーションを使ってみるを。ドン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 。あ、すごい。え、待って、超かわいい。これ私の色、私色の卵なんだけど、超かわいい。イースターじゃん、イースター。え、このファンデーションめちゃめちゃいいんだけど、みんなおすすめ。今のファンデーションがなくなったから。今のさ、使ってるファンデーションがさ、ほんまに入手困難でさ、どこにも売ってなくてさ、もうファンデーションを変えるしかなかった。すごい、めっちゃいい。それそれ、待って、可愛いんだけど。卵ギフト超可愛い。よしさんありがとう、りちゃさんもひよこちゃんありがとう。イースターギフトってとっても可愛いね。私のためのギフトじゃん。このファンデーションめちゃめちゃいいわ。みんな6周年楽しみにしてて何をって感じやけど。このファンデーション超いい。女性諸君、女性諸君みんなこれを買うべし。しかもめっちゃパッケージ可愛いし。女性諸君みんなこれを買うべし。めちゃめちゃいい。アプリンかな、アプリンって読むかな。アプリンのピンクティートリーカバーグロークッション、なんか3種類ぐらいあるけど、このカバーグロークッションってやつがいい。この色のパッケージを、これロフトに売ってた。みんな買うべし、めちゃめちゃいい。ファンデーションがちょうどなくなった人はこれを買うべし。いい感じ、いい感じなんだけど。スクショした？春色ファンデ、春色ファンデで、春色ファンデで顔も春めく。こんばんは。スクショしたって、グッドグッド。超いい。692日ありがとうございます。
あと8日だね。4月になったんで、春色ルージュが私を彩る、お願いします。じゃあお話し会来てくれますか。お話し会来てくれます。じゃあ強行突破させて絶対お話し会来るようにさせちゃおう。じゃあ今日のリップはこれで、春色ルージュが私を彩る。待ってまーす。サボディーカーサボディーカー。生きるってのはあやふやに。少し話し足りなかったので強化しますかとって。待ってまーす。みんなオンラインお話し会再販受付中です。このバナーで、このバナーから緑のバナーからポッて飛べますんで、簡単にお申し込みができちゃいます。渡辺夏希です。よろしくお願いします。私の名前は夏希です。ハレードルージュを使ってます。 Google Pixel 風新しい。てかもうさ、最近さ日差しがさ結構強いからさ、そう日焼け止めスプレー買った。日焼け止めスプレーも買っちゃった。ピピ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 。え、そう今日めっちゃね、今日めっちゃ日差しがね、テリ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 でね、日差しがテリ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 、照り焼きハンバーグでさ、ちょっともういるなと思って、これは日焼け止めがいるわと思って。何メラノ CC の日焼け止め、何それ、めっちゃ興味深いんだけど。非常に興味深い。日差しが照り焼きバーガーだった。紫外線には注意、ほんまにそう。てか日傘を使い始めようと思った。日傘デビューせないか。日傘デビューしようと思います。でも今年はなんか私なんかめっちゃビオレのなんか超強い日焼け止め買ったんですよ。なのでちょっと本当に焼けたくないところは、本当に日焼けしたくないところはそれ使う。なんか赤いやつ、ビオレのなんか超強いやつ、それを塗ります。もう超超美白になりたい。私超美白になりたいんだけど、何したらなれるかな。そうそう、男子もさ日傘持つ時代だからね。日傘男子もいる時代ですから、皆さんも始めてみてはどうでしょうか。日傘はね、私はね、どこのだっけ、あの有名な日傘だよ、あのなんかサッシーさんがなんか持ってるってやつで、なんかめっちゃバズったところ。うわ、なんだっけな、名前忘れちゃった。なんてやつだったっけ。そう、内側が黒の、なんか内側が黒の日傘がめっちゃいいらしいよ。みんな内側も黒い日傘、後ろのクロミちゃんクマみたいに見えるやって。本当にクマじゃないよ、クマじゃないよ。あっ、マリア、それ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 、猫です、猫のクロミちゃん。今日サンリオショップに行ったのよ。サンリオショップに行って見てサンバリア100、それな、じゃん。グレタマポップコーン食べた。私は薄塩味派、キティちゃんじゃなかったです。ポップコーンはグレタマでした。ポップコーンはグレタマの時代らしい。
一番くじのくるみちゃんが可愛すぎてさ、めっちゃやるか悩んだ。でもなんかラストワン賞のね、くるみちゃんが可愛すぎて、ラストワン賞の123ガリアじゃそれ123バリア、よっと私の方が早く突っ込めた。ポップコーンなのか卵なのか、確かに。でもなんかね、なんか言ってた、ぐでたまがなんか、ね、なんだったっけな、なんか俺も弾けたいみたいな言ってた、なんか弾けたいなみたいな言ったよ。俺も弾けたいって言ってた。一番くじよくやるのって、やる。ラストワン賞がめっちゃ可愛かった、クロミちゃんも。ドド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 。やっぱ卵ってレンジに入れちゃダメでしょ。え、このファンデーションマジ良くない？え、天才的なんだけど。今日はちょっと顔に見とれちゃうわちょっと見とれちゃう、これは見とれちゃうな。つやつや、やっぱグロー系の方が、マットよりもさ、グロー系の方がいいのか。一番くじグラスとかかぶったから送りたいって、え、マジ送りつけたいって待ってるんだけどグラスとかめっちゃ使うバルシャーク、何それ。クロミちゃんからミを取ったらクロちゃんに変身する。ねえ、クロちゃんって星になっちゃうの？ショールームでクロちゃんって星になっちゃうの？なんか超かわいそうなんだけど。クロちゃんに変身、あ、モンスターか、びっくりした、びっくりした、びっくりした。そりゃモンスターは、モンスターは絶対星になる。一番くじ送るのありならぜひ送らせて。え、送れるよな、一番くじの景品って。え、モンスターって星になっちゃうんだ。まあそうか、そりゃそうか。だってモンスターって言われたら傷つくもんびっくりした、クロちゃんの星になっちゃうかと思った。よかった、クロちゃんは大丈夫だった、安心。なんかクロちゃんのさ、人生を描いたドラマがめっちゃ気になる、あれ。みんなクロちゃんにならないでみんなはみんなでいて。いや、びっくりした、ほんまに。なんかクロちゃんなんかさ、いけんことしたんかと思ったもん。黒いやつキティだっけ？違うよ、クロミちゃんだよ。私クロミちゃん、クロミちゃん推し、クロミちゃん推しです。ぜひクロミちゃん送ってねプレゼント待ってるよ。え、クリアポーチ、え、めっちゃ使うんだけど、求めてる求めてる、クロミちゃんグッズ集め中。後ろのぬいぐるみの口かぼちゃんに見えた、またはマイメロに見えた。え、どういうことなの、わからないんだけど、マイメロなんだけど。え、今日さ、サンリオショップに行ったらこのさ、マイメロちゃんのさ、ぬいぐるみ売ってた。このなんかロリータマイメロちゃんみたいなやつ。え、なんかアマングアスみたい、アマングアス。てて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 、アマングアスだっけ、アマンガスなんか友達が言ってた、アマングアスだっけ、アマングアス、なんか海外のゲーム。
待って待ってる、楽しみに待ってる。これはくるみちゃん、これはマイメロ。マイメロだよ。マンガ、え、わ、めっちゃむずいよね。なんか友達にさ勧められてさ、ダウンロードしてさ、その場でさ友達とさやってさ、やってみたけどめちゃめちゃ難しくて、私なんかすぐ殺された。マジでホットミルクって美味しい、最高。くるみちゃんの話ばっかでずるい、だからやるなって。ずるいシーンってクロちゃんだ。じゃあ君の話もしてあげるよ。ん、今日取れなかった野菜はこれで補いたいと思います。野菜。おーおーおー、え、落としたこぼしたって何を？何落としたの？野菜。わーわーわー、おしせた。じゃあみんな、みんなさ自分のこと語ってよ。クロちゃんやるの、お、難易度高くないか、ネタがなさすぎる。フライドポテトは野菜ですか？あ、私はフライドポテトは野菜だと思ってますよ。私、私超大好きフライドポテト。フライドポテトは野菜です。ポテトを揚げているのでれっきとした野菜です。バナナのおやつに入りますか？おやつに入ります。ただしバナナをおやつに入れる人はとても意識が高いです。素晴らしい。あ、なっちゃん推しです。素晴らしい。一生なっちゃん推しでいてください。お話し会のお弁当、毎回おこわ弁当でも OK。 いやもう、いや最高、最高よ、最高すぎる。ポテトチップスも実質ポテ、あ、でもなんかな、ポテトチップスはな、なんかね、わかる、なんかフライドポテトはギリ野菜って言えるけど、なんかポテチってなると野菜って言えん気がするよね。なんなんやろね、あのライン、薄さが違うだけなのにね。なんかでもそこはなんか線引きしちゃう私。え、みんなさ、なんかさ寝転びながらポテチとか食べたりするん？なんか私それをさ、寝転びながらポテチを食べるっていう世界線があることに最近びっくりしたんですよ。私なんかが言うのもあれですけど。いちごってなんか野菜って言うよね。でもいちごはスイーツだと思う私。今日はお弁当じゃないですね。野菜生活は野菜、野菜じゃないですね、野菜ジュース。私はゴロゴロ壊すのが似合う。寝転びながらスマホで格闘技見ながら食うんやで、うまいんやでって、うわー、すごい、なんかすごい人生をとても楽しんでる。いいね。昔カウチポテト族とか言ったのって、あ、そういう寝転びながらポテチ食べる人。で待って、なんかこのファンデーションやすぎる。定期的にファンデーションのことを褒めるけん、寝転んで食べるポテチノーゼルドバドバ出るけどって。へえ、今度やってみようかな。やらない。ポテチはみんな座って食べましょう。座って食べましょう。木に実るのが果物。お、あ、待って、私パッションフルーツをこの前買ったんだった。でもまださ、買った時熟してなくてさ、ずっとさ熟すの熟し待ちなんだけど、もうそろぼちいい感じになってるかもしれない。かもかもかもしれない、かもかもかもしれない、かも。りっちゃさん、ひよこたくさんありがとうございます。わー
愛いひよこ、イースターひよこちゃん。昨日使った卵たち。あ、ちょうどすぐそこにあった。わーい、ありがとう、ありが卵、ありが卵。これさ、めっちゃ可愛いよね。確かイースターってさ9日までとかな気がした。めっちゃいい音なんですよ。わー、卵、なっちゃんカラー卵ありがとう。生卵3つ、へい、お待ち。確かにヨッシーの卵みたい。イースターエッグ、なんかあれだよ、イースターのやつってなんかあれでしょ、なんかさ、私一回なんかイースターのお祭りみたいなのに参加したことがあって、めっちゃ楽しかったの覚えてる。小学校の時に、小学校高学年の時になんかやったんよ、私イースター。なんか公園で、なんか公園の中に卵が何個か隠れとって、なんかその卵を探し出すみたいな。そうで、なんか探し出せば出すほどいいみたいな探し出せば出すほどなんかいいことあるよみたいなやつ、お祭り。なんかかくれんぼの、かくれんぼの人が隠れるんじゃなくて卵が隠れてるバージョンって感じで、見つければ見つけるほどいいことがある。わあ、ヨシさんありがとう。なっちゃん卵、りっちゃんありがとう、ゆっちさんありがとう。月影さんありがとう。天下会さん、めっちゃさ、たくさん応援してるギフトありがとうございます。もう卵、卵をなんだろう、なんとか作って探させる。なんだろう、星になっちゃってるよ。イースターエッグの楽しい食べ方、イースターエッグって食べれるの？私それ初知りだった。なんか私がやったやつは、なんかそのイースターエッグのエッグはなんか卵のおもちゃで、なんか中開けたらなんかお菓子とかが入っとったり、なんかいろんなものが入っちゃった。チョコエッグではない。そう、めっちゃ楽しかったなでもチョコエッグではないやつでした。クエクエクエ、チョコボール、チョコボール、クエクエク。ね、まださ、卵って高いの？鳥インフルエンザの影響だよね。まだ高いのかな、卵。見て、今日も私さ、自分で髪の毛巻いたんだけど、上手じゃない？何点ですか？リチャさん、かわいい、これ。あ、イースターエッグだ。そう、こんな感じでなんか木の中に卵とか隠れたんですよ。ありがとう。イースターエッグ、イースターエッグハンティング。はあ、イースターエッグは再生の誕生で、したがって卵が象徴なんだね。へえ、確かに。なんだっけ、復活祭、なんだったっけ、なんだったっけ、日本ではなんとか祭って呼ばれてるよみたいな書いちゃったのに忘れた。インペリアルイースターエッグ、スヌーピーのアニメでイースターエッグを殻ごと食べてたよって。ひどい味だってどういう描写なんだろう。
なんて言うでしょう私この後。私はこの後なんと言うでしょう。月影さん、オレンジ卵ちゃん、ありがとう。え、やすさん200回目の訪問ありがちょう。ありがちょう、ありがちょう。好きな好きなぞ。正解は、わ、このファンデーションめっちゃ用でした。外羽根ロブほんまに助かってしまうま。200回パチパチありがとう。え、ね、すごくない？私これ自分で巻いたんだよ。私が髪を巻けるようになった。わからかーい、滑り散らかして泡。新しい草じゃなくて泡、いいね、使えそう。絶対使わんけど絶対使わんけど使えそうとか言ってしまった。ピエンピエンピエン。私の新500円玉貯金が最近全然たまらないの。みんな新500円出たらさ、ちょうだいよ。うっそー、うそでーす。全然たまんないんだよね。しかもさ、最近ゲットしたさ、最近ゲットしたさ、令和3年の新500円がさ、新500円がさ、最近ゲットしたやつだとね、やっぱりね、あのこの新500円玉が製造された時にゲットした、製造した初期にゲットされたやつよりさ、全然汚れてるからさ、やっぱりさ、わ、人の手にたくさん回ったんだなって思った。お、山口旅、そうだ、山口旅、みんなお世話になった、長年お世話になった STU48 の山口旅、 TVer で皆さん最終話が見れますよ。見れるようになりました。皆さん見てくださいね。ヨロピックお願いします。ヨロピックお願いします。ハワワワワワワ、ハワワハワワハワワワ、ハワワ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 。なんかいつもさ、なんか自然淘汰を口ずさみそうになるとさ、あ、やばい、この曲まだ解禁されてなかったとかさ、いう気持ちになるけどさ、全然解禁されてるよねっていう話。そうだよ、瀬戸内に住んでなくても TVer さんで公開されるやつとかだったら、あの全国で見れるようになります。そうです、長年と食べ続けてきたみたい。ハリボー、ハリボーグミ、ついにさ、ついにあとこれだけになった。私さ、好きな味からめっちゃ先に食べるってことがバレちゃったよね。これ見て、なんか黄色系のやつしか残ってない。そうだよね、幕張で披露したもんね。体重のカラーだから残したのかも。そうかもしれません、そうなのかもしれません。
でもこれさ、髪の毛をさショートにするとさ、どんなヘアアクセサリーが似合うのか分かんなくなってきちゃった。これは似合います。なんかさ、守護キャラ、守護キャラって知ってる？みんな、なんか守護キャラみたいな髪型になった。そろそろかかつも新しい人取り込んで、あー確かに守護キャラみたいになった。絶対に伝わらんやつ、絶対に伝わらんやつ。控えめなシルバー系のピアスとかちゃうって、場合によっては。確かに、あでも守護キャラって多分それから来てると思う。守護のキャラ、なんか妖精みたいな、守護神みたいなキャラクターがそれぞれついてる。確かになんか大きめのイヤリングとかドーンでも可愛いのか。牧体公園ね、いいよね。時々見せてほしいなってだよね思う。一部でもいいけんね、みんなに見せれたらいいなって思ってる。守護キャラの作者さんのサイン持ってる、なんで？すごい、友達なの？守護キャラです。ちょっとクロちゃんみたいになったよ。守護キャラです。わわわー、守護ではありません。守護キャラです。なんか今日めっちゃ時間が経つのが早いんだけど、すごい一日が早い。なんか私さ、なんかさ、これからさ虫刺されにさ、虫に刺される季節になるかなと思ってさ、私初めてさ無比じゃなくてさ金柑買ってみたよね。金柑塗ってまた塗ってってやつ。今ちょっとふざけた髪型してるんだけど、大学時代東京の池袋でサイン会やってたから。で、守護キャラって女性の方ですか、作者さん。初めて金柑デビュー。しかもなんか金柑クールプラスだって。あでもなんかこれさ、あれなのかな、あもしかしたらあれかもしれない。どうなんだろう、なんか金柑ってめっちゃ瓶のイメージあったけど、瓶のやつじゃない、なんでだろう。そう、これから絶対に刺されるて。女性2人組コンビ、2人のコンビ漫画家さんなの。へえ、やばば、また好みの度が増している。いらっしゃーい。寝てないよ。そのファンデーションいいねでしょ。このファンデーションは今日新しく買ったこのファンデーションだよ。
春色ファンデで私もきらめく。え、これさ、今思ったけどさ、これ韓国コスメだからさ、現地でさ、これのさ詰め替えさ大量に購入してこようかなこれの詰め替えのリフィル大量購入してこようかな。可愛い韓国コスメいっぱいゲットしてきたい。絶対ゲットしてくる。なんかさ、そういう海外で買い物するのってさ、なんかさ持って帰るときにさ上限金額ってあるのかな。ないか。でも上限金額あったとしてもそれを超えることはないと思うけど。パンダ丸さん、めっちゃかわいい、ありがとう。待って、星になってる。税関で引っかからないように。なんかあれだよね、なんかさめっちゃ大量に買いすぎてさ、なんか商売目的とかやと思われ、なんか思われてしまったらなんか税金がかかるんだっけ。なんだっけ。また来ちゃいました、ありがとうパンダマネさん。あ、タバコ、いやタバコは絶対に買わんから大丈夫やわ。それは確かになんか税かかる。タバコってなんかすごい税金かかるイメージ。お酒か。お酒とタバコは上限があるのね。上限があるだけで上限内だったら買えるみたいなやつなのか。同じものをたくさん買ったらそうなんじゃ。私は韓国に行ったらやりたいことは、韓国の ABC マートでなんか限定のスニーカーを絶対に買う1個、それは決めてる。あとノースフェイスの店舗に行きたい、限定の商品があるらしい。CT70、 何それ、コンバースとかめっちゃね海外にしかない方があるんですよ。あとめっちゃ可愛いサングラス買いたい。あとは韓国コスメをパック大量買いコンバースのモデルか、可愛いよね、海外にしかないコンバース。めっちゃかわー、めっちゃかわいいね。どこなんだろうね、ソウルなのかな。でもなんかそういうなんか美容とかができそうなのってソウルが多そう。あ、なんか今めっちゃダジャレ言いそうになっためっちゃダジャレ言いそうになった。ソウルに行き、ソウル、あ、ダジャレじゃないわ全然。ソウルに行ってさ、ウルトラソウルを流してさ、ウルトラソウルのとこでみんなでヘイって言いたいね。ダジャレ言ってゆけ、滑り散らかしてゆけ、ふん、私は言わないんだから月影さん卵ありがとう。お、チャスミックさん韓国行きたいね。だよねだよねだよねとか言っちゃっただよねとか言っちゃったですよね。私とっても楽しみなんです、美人百科さんの特集で行けることが決まって。え、なんかおすすめとかありますか。なんかすごい韓国旅行経験者さんのイメージがある。勝手なイメージじゃけど、エステ体験、あれやってみたい、なんかコルギみたいなやつ。なんかさ韓国のさ知ってる、なんか韓国のさなんかおばちゃんと、なんかおばちゃんみたいな人がさなんかめっちゃコリコリコリなんかリンパとかをさゴリ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 って流してくれるやつ、なんか拳で。あれめっちゃやばそう。あれやったらさなんかもう顔がさなんかさ2倍ぐらいちっちゃくなりそう。なんか顔のコリとか全てそぎ落とされて、なんかホンってちっちゃくなりそう。キュンって楽しみだよね。え、髪可愛いって嬉しい。桜の坂さん、オンラインお話会財布受付中なので待ってます。
また大喜利大会したくなりました。目指せコメント界のフィギュアスケーターって。じゃあコメント界の羽生結弦選手目指すわ。ニュースにはなりたくない絶対に。え、いつ頃なんだろう、わかんない。韓国行ったことないんですね、意外じゃん。でもなんか韓国ってやっぱりさ、コスメがさ最先端っていうか最先端ですよね。最近のトレンドってほぼさ韓国から来てるイメージがある。大阪のなんとか区なんて読むんだろう、西野区。え、みんな結構行ったことあるんじゃね。そう、なんかお話し会とかでもね、僕も行ったことあるよっていう話をねみんなから聞いてね。そう、みんな先輩、なんかすごい韓国旅行の先輩の方々が多いの。え、なんか私韓国のなんかメイクブラシなんか専門店みたいなとことか行きたいんですよね。あとなんか香水とかを作れるやつとか。今からひーちゃんさんと仲良くなる。いや、ほんまにマジであのスーパーアイドルじゃけんな、ひーちゃんさん。ミョンドンに行って餃子食べてきて。え、なんかさ、なんか日本のさ、なんか日本のさ、日本のさフードコートとかでミョンドンっていう名前がさつくようなさ、なんかフードコートにさお店とかあるけどさ、本当にミョンドンに行ったらさ、あんな美味しいもの多分本場じゃけんもっと美味しいはずじゃん。うわー、もう最高やな。私冷麺食べたい。冷麺、冷麺が大好きすぎる。そう、韓国のダイソーもめっちゃ行きたいの。なんか日本にはない商品がめっちゃあるんだって。でもね、なんか日本のダイソーとはね全然ね違う会社なんだって。それを知ってびっくりした。最先端よね。ミャオさん、イクノックか。韓国でステイのイベントやりました。やりたいよね。韓国で適当に注文したら激辛だったよ。あ、やばいね。それはテレビ出るんかなって。韓国のやばい。ちょっとなんか私じゃあチョヌン、チョヌン、夏木渡辺イムニダ、チャルモッケスムニダ。いや、いただきますしとるんよ。完全にタイの古式マッサージ。あ、なんかねいいよね。タイ旅行も良きね。インドだかインドネシアのコスメがいいって聞いたことある。おお、なんか良さそう、発色良さそう。自分が行った頃はヨン様ブームの頃だったって。おお、でもなんか一回お父さんがなんか出張でなんか行ったことあった。なんかその時私めっちゃイケメンですねにハマってて、あ、チャン・グンソクさんめっちゃ流行ったくない？チャン・グンソクさんのなんかイケメンですねのグッズを買ってきてほしいってお父さんにお願いしたら、お父さんがなんかイケメンですねのあの豚ウサギって知ってますか？なんかドラマの中に出てくる豚ウサギのペン買ってきてくれた。めっちゃ嬉しかった。私マジであのイケメンですねのドラマが好きすぎて、なんか日本でもリバイバルみたいなのされたんですけど、 それでなんか豚ウサギのなんかクレーンゲームみたいなのがあって、それゲットしてずっとランドセルにつけてた。トゥルルルルルンロロトゥルルルルルンロロトゥルル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 ル。あー、野球の合宿で行く予定だったけどコロちゃんのせいでなくなった。あ、どうなんや。サムゲタンとかめっちゃ食べて。あ、田中さんね。田中です、田中です。萌え萌えキュン。本場のキムチが食べて、確かに気になる。なんかあのさ、なんか屋台みたいなんとかもめっちゃ行ってみたい。もう再開されてるんかな。タイのコスメは汗に強いのか。ほう、韓国行ったらイカゲームに参加しますか。あるんかな今でも。パクシネさん超可愛いよね。女優さんイケメンですねの。
プルコーギー、コーディネーターさんなんか詳しい方と一緒だと心強いよね。トゥ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 、わ、なんかめっちゃイケメンですねのサウンドトラックとか聞きたくなった今。カードさんかわいい、ありがとう。出張先の会社が社員食堂でキムチ食べ放題で嬉しかったすごっ、キムチ食べ放題。なんか日本でねリバイバルされてたのもあったけど、それはちょっとあんま見てなかったよ。宮脇さくら様は今韓国にいらっしゃいますよ。韓国のスーパースターですよ。マジすごいよね。 BTS さんと同じ事務所らしい。かっこよ。アティ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 フラジャー、アティ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 フラジャー、アティ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 フラジャー、エンタイフラジャー、エンタイフラジャー。なんか今日めっちゃアイラインうまく引けた気がする。こんばんは。ポッポやしまちゃん。ポッポあれでしょ、韓国語でポッポはキスです。ポッポチュセヨポッポって超かわいいよね。ハトじゃん、かわいい。ポッポ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 。ソンヘギョさん、女優さんかな。ポッポポッポポッポ。え、なんかさ、私待って、今思ったけど、私今思ったけど、韓国語の単語集持っててさ、ちょっと前まで覚えようとしてたんだけどな。今え、待って、これめっちゃいい。ちょっと毎日ちょっとさ、あの配信しながらみんなと覚えていこう。これは結構前に買ったの、なんかちょっと覚えてみようかなと思って。なんかハングルは簡単なやつが読める、簡単なやつは読める。でもなんか日本語とさちょっと近いやつとかあるよね。なんか英語、なんか日本語で使う外来語のやつは大体なんかちょっと似てる、発音の仕方が。なんか例えばなんとかツアーとか、旅行のなんとかツアーとかはトゥオ、なんとかコースはコス。海外旅行はヘウェヨヘン、ヘウェヨヘン。なんかでもイントネーションむずいよね。ヘウェヨヘン、ヘウェヨヘン。あ、でもヨヘンが旅行って意味だ。でヘウェが海外っていう意味だ。ヘウェヨヘン。弾丸旅行はトッケビヨヘン、トッケビヨヘン。スーツケースのことはトランク。あ、トランクってこと？トランクじゃん。トランク。航空券はハンゴンコン。パスポートは、え、パスポート大事。パスポートはヨコン is パスポート。ヨコンを取らなきゃいけない。ヨコンを取らなきゃいけない。私は。え、めっちゃ重いんよ。なんかさ、海外旅行ってさ、現金しか使えんのかな。現金しか持っていけん、え、現金しか使えんのかな。
覚えた方がいいよ、現地のイベントで嘘の言葉教えられて使って恥ずかしいよ。え、何それ超怖い。ねえ思ったんよ、あっちのさ、あっちでの買い物ってクレジットカードえ、クレジットだろさ、全部さクレジットカードでって言ったらさ、そう、でもなんか韓国ってなんかクレジットカードの国やけん、なんか現金で払うって言ったらちょっと安くしてくれたりとかするらしい。え、じゃあクレジットカードのさ、あの世界で使えるさやつだったらさ、あれってなんかあのレートとか考えんでいいってこと？レートとか考えんでいいってこと？なんだっけ、あのなんか円をウォンにする時のその日のレートになるのか、カード会社で変わるのかな。お話し会受付中、そうだよ待ってるね。関係あるのか。え、でもどこのレートを見ればいいんだろう。なんかさ両替する場所ってさ、なんかその場所によって違うじゃん。あ、引き落としの時の為替になるの。屋台は現金かも。おお。え、よかった。それめちゃめちゃ気になっとったんよ。それ解消できてよかった。観光地はクァンガン寺。え、めっちゃ観光地じゃない？クァンガン寺。誰を待ってますか？あなたです。こんばんは。クァンガン寺。電車はチョンチュチョ、あ、チョンチョウ、チョンチョウ、電車はチョンチョウ。なんかこのやつ持っちゃったらすごいかも、いいかも。あ、なんか自己紹介っていうゾーンがあった。自己紹介、え、なんか韓国めっちゃキャッシュレスなんだって。やっぱチョヌンなんとかイムニダイはチョヌンナツキ渡辺イム、え、確かにカード払いでってさどうやって言うんやろ。それ大事やね。両替したいですって、両替したいですって言うにはファンジョナゴシポヨって言ったら、ファンジョナゴシポヨって言ったら両替したいですって両替してくれるんだって。ファンジョナゴシポヨ。ファンジョナゴシポヨ。クレジットカード間違えた。韓国にも漢字使うことあるけど、音読みで言ったら確かに似てるのかもしれない。さすがにさ自己紹介の職業の欄にアイドルっていうのはないわ。職業は何ですか。チゴビおとけ女性よ。せっかくやけんなんか韓国語喋りたくならん。エンターテインメントですって言わないと。なんじゃそりゃ。え、でもアイドルの一日とかあるんだけど、笑顔は味噌だって。味噌
そういうことね。韓国のアイドルさんとかを応援してる人とかのためのやつとかある。すごい、すごチョヌン、夏木、渡辺、イムネラ、アンニョン。え、でもさ、なんか英語ってさ、夏木渡辺って言うけどさ、渡辺夏木なのかな、どうなんだろう、その辺わかんないよね。ありがとうございますわ、カムさん。あ、あのよくみんなが言うさ、ありがとうございますってカムサハムニだやん。あれはかしゅ困った場面で言うやつなんだって。でも確かにこれ聞いたことある、困おうよっていうのは親しい人に向かって言うんだって。へえ。じゃあみんなには困おうよ。へへへ、ごめんねは、みやねー、みやねー。あ、まるまるペン向け、ペンってファンっていう意味違うかな、なんか近くない音が。アンニョン、バイバイじゃあね、おはよう、おはよう、アンニョン。アンニョンがおはようで、アンニョンハセヨがこんにちはだって。砕けた言い方なのかな、アンニョンは。チャルジネよ、チャルジネよ、オレガンマニエよ、オレガンマニエよ。マンナソパンガプスムニダ、なんかこれめっちゃ大学のさ韓国語の授業で覚えた。マンナソパンガプスムニダ、お会いできて嬉しいです。マンナソカム、マンナソパンガプスムニダ。はいって言うときはね。え？ほんまに？うんって韓国語でうんってさ、日本語でうんってさ言うのって韓国でもうんなんだって。すご。韓国語でくれよ、韓国語でくれよはそうですだって。いや、私に助けを求められても、じゃあ私のこと押しますか。井上凪さんが可愛すぎて助けてください。いや、わかるよ、可愛すぎる。でも私には助けられん。可愛すぎるから。あいごー、あー、どうしよう、おっとけおっとけおっとけ。嬉しいですって、キヨッポーって、キヨッポー、チェミーソヨ、面白いです。でもなんか聞いたことあるの、ドキドキはドゥグンドゥグンだって、ドゥグンドゥグンしますね、ドゥグンドゥグンしますね。ウリアギ、ウリアギ、ウリアギって何でしょう、どういう意味でしょう。ウリアギ、ウリアギ、ウリアギ、正解はマイダーリンでした。マイダーリンでした。じゃんじゃん。ちょっとこれ見とこ。
만나서반갑습니다こんばんは。韓国に行ったら基本的には敬語で話していた方が安全。確かにそうよね。いつでもどこでも。確かにそれはそうだわ。ちょっとためになった、ありがとう。じゃあ今日は23時30分まで配信しますね。幸せとも星が降る夜と眩しい朝が、うん、なんかさ韓国の空港ってさ、なんかアイドルの人がさ、なんかめっちゃ写真撮られちゃうイメージあるやんか。どうしよう、私間違えられてなんか写真撮られたら聞き組みできそう、できると思う。あともうちょっと配信。みんな起きてますか？みんな起きてる？この配信見てて潜ってるやつコメントしなよ。じゃあみんなが一番好きな絵文字をポンって、みんなが好きな絵文字をポンって一個送って。みんなが一番好きな絵文字選手権しようや。寝とるし。キラキラ鍋、うさぎ、ラクダ、ラクダ、ラクダの絵文字ってあるんや。星、うわなんかすごい。鍋鍋鍋。これってさ、私もさ、私もこの配信にさコメント打てたらめっちゃいいのにね。打てないよね。おっとっけー。え、なにこの絵文字、なんかレコードかな、なんだこれ、フリスビー、なんか見たことないのいっぱい。なにこれ、カップケーキの絵文字だ。え、てかなんかさ、アップデートしたらさ、なんかめっちゃ絵文字増えるんでしょ。みんなアップデートした？インヌ、カメ。意外とみんな寝てるな。かわいい猫パンダさん、正直でよろしい。ビールで乾杯。いいですね。うさぎ。うわ、何これ、タコスの絵文字、月の絵文字。意外とみんな寝てたわ。まあ23時だもんね。それはみんな寝るわ。それはみんな寝るでしょう。寝るでしょう。みんな、なんか30分まで配信できないような気がしてきた。オラに力を分けてくれ。オラに力を分けてくれ。
ばんは。こんばんは、田辺。うわ、出た、このミートボールの絵文字。最近あった楽しかった話。今日の一日がマジでついてなさすぎて、もう一瞬待って楽しくなっちゃった。今日めっちゃ楽しい一日だったよ。電車からの景色は雪でしたって。電車？東海オンエアミュージアムめっちゃ気になってる。あれってさ、名古屋岡崎で行われてるんだっけ。なんか YouTube でなんか詳細をなんか見た、紹介動画みたいな。てかさ、あの東海オンエアさんのさ、なんか今ねサンドイッチがなんかねコラボで出てるんですよ。クリームサンド、フルーツサンド、フルーツサンドが出てるんですよ。私あれさ、ずっと食べたいと思ったけど東京とかにしかなくてないらしくて、オーンってなっとったら今度下関で販売されるんだって。山口にそうおしゃれなカフェがあるんだけど、そこで販売されるらしくて絶対に食べようと思います。ゼイさんこんばんは。6月ぐらいまでやってるっぽい。リカは6周年でなっちゃんに会えるの楽しみにしてる、楽しみにしてる。ケイさん、トヨさん、はじめまして。オンラインお話し会受付中です。こんばんは、たなびん。そう、しかもめっちゃおしゃれなねカフェだよ。そこ私も行ったことあるカフェなんだけど、なんかいろんななんか福岡の有名店が大集結してる山口に。そこ1店舗でいろんな味食べれるんですよ。お、そう、東海オンエアさんが宮島に来ちゃったやつね、動画もう上がってるよ、見た私。電車乗っていたのにおやすみ。待って、私電車って言ったっけ。電車じゃないわ、私間違えた。電車って言ったっけ。バスだった、バスバスです。私電車って言った、やばい記憶がないと思ったら、あの電車に乗ってません今日私の記憶違いだった、ごめん。ごめそごめそごめそ、みんな。なのでバスの中からの景色ですね。バス乗ったらあんまり外の景色見ない派。みんなは見る派ですか。なんかわかる、電車やったら、電車って言ってたが、それは私の記憶違い記憶違いですわ。すごい、でも嬉しい、なんかみんなそんなに私の話してることってみんな全然聞いてないと思ってたけど、めっちゃ聞いてくれてるんだ、嬉しい。なんかさ、こうさ配信しとるとさ、みんなコメントしてくれちゃうけどさ、なんか時たまね、なんかふと我に返るとあれみたいな、なんか私って独り言言ってるみたいな、画面に向かって独り言言ってるっていう、なんか謎のね、なんか謎のゾーンに入ることが多いんよ。そう、休み調べないまま行ったんよ。てか休み調べた、休み調べないまま行ったわけじゃないよ、休みを調べたんよ。で4月3日と4日が定休日で、あ今日行けるやんと思って、今日まだ4月3日じゃないけん行けるやんって思っとって、携帯見たら4月3日やったんです。日にちを間違えました。私は今日は4月2日を生きてたの。4月2日を生きてたつもりだったの。そしたら4月3日だったの。それ閉まってるよね。インスタ調べてお店ので、ちゃんとなんかストーリー更新されてて、4月3日と4日はお休みですって書いてあったけど、あ今日は行けると思ったら今日4月3日やったんよ。曜日を間違ったっていうか、あの日付を間違ってたの私は昨日生きてたの。だから空白の4月2日があったんです。また4月2日とは別に。アウトレット、アウトレットではない、アウトレット今日閉まってたの。配信側は浸透
そうね、そうよ。私めっちゃシーンとした部屋で一人で喋るよ。いや、待って、なんか私さ、なんかまたさ膝ぶつけてるんだけど、また青字ができてる。悲しい、悲しい悲しいんだけど。そう、今日が何日かを忘れたの。しかもなんか起きたらさ、見て、ここなんかさ、知らぬ間になんか謎のさ、謎の引っかき傷ができてたの。雪帽子もやし、なんか今日さ、今日お休みのお店多くない？私のさ、今日のさ、なんかついてないでのね、一日はね、まずね、お昼ご飯をね、お昼ご飯をね、なんかね、ここ絶対食べに行きたいと思って、もう絶対それを食べたい、そこのそのお店のその食べ物食べたいってなって、もう完全にその口になっちゃったのに、行ったら閉まっちゃったんよ。でもそもそも思えば、あの日にち間違えてた、イコール曜日も間違えてたから、普通に休みの日だった説もあるよねっていう。そう、私なんか青字できやすいんですよね。今日は全国的に入社式良かったみたい。あ、なんかそう、なんか入社式終えたんやろうなーっていう、新社会人のみんながなんかご飯屋さんとか多かった。確かに楽しみが、また楽しみがなんかついてなかったけど、一瞬待っても笑い飛ばせて楽しかったから、でもまた楽しみを味わえると思ったら、それはなんかハッピーなんじゃないかなって思った。ポジティブ。え、今日ってなんかさ、あれなの、なんかついてない日なの、なんか暦的にも。それならそうなのかもしれない、それならそうなのかもしれない。それなら多分そうだわ。あと今日は6分で配信を終了します。6分で悲しくなってきた、みんな。そうな、あ、そういうこと？ 4 月2日待って、これすごいエフェクトかかってるんだけど、面白い。てか今思ったけどさ、私の携帯さ、帰ってきてからさ見てなかったけん、あれやったけどさ、見て、私携帯にまで牛乳こぼしてること今判明した。これ牛乳だわ。なんでこんなに携帯の画面曇ってるのかと思ったら牛乳だわ。ちょっとこの後すぐ拭きますわ。でもなんかこれもさ、なんか夢の世界みたいでよくない？なんか夢の中で会えたねみたいな、夢の中で会えたねみたいな。あ、このエフェクト可愛いかも。すぐ拭こう。え、マジで気づかんかった。え、なんかさ、直接お話し会の時のなんかさ、あのシールドがめっちゃ曇っとる時みたい。事故で記憶が戻った時の映像みたい。雑巾の匂いはしないね。そう、すぐ拭くわ。そう、これはスマホに牛乳をこぼしました。すぐに拭きます、配信が終わったら。幻想的、夢の世界でね、夢の世界でも会えましたね。なんか漏れる気がする、なんか若干漏れる気がする。このカメラの方がなんか漏れる気もする。履かないよね、なんか
あ、なんかお風呂に入っとみたい。確かにいい湯だな、いい湯だな、ははは。来てます。ちゃんとなっちゃんの髪型すごい好きかも。外羽めっちゃ似合ってる。嬉しい。ちょっと外羽で定着させていきたいと思ってます。企んでおります。私はここにいるよ、ここにいるよ。今日食べた牛タンがめっちゃ美味しかった。今日食べた牛タンがめっちゃ美味しかった。美味しかったよ。でも28分に、そう、連続700日で何かする、何かを700回する。では壇上読んでいきます。あー、ジョージさん、たくさんありがとう。お疲れ、えらい、応援してる。たまごちゃん3匹ありがとう。ナベンチュ、ジョージさんナベンチュだ、やったね。たこちゃんもありがとう。では壇上読みます。13位てちてちさんありがとうございます。12位よしさんありがとうございます。11位西村さんありがとうございます。10位ななまるさんありがとうございます。9位おいもちゃんありがとう。8位釣りバカ星人さんありがとうございます。7位あきよしさんありがとうございます。6位しげさんありがとうございます。5位ちとくさんありがとうございます。4位パンダ丸さんありがとうございます。3位月影さんありがとうございます。2位にちゃさんありがとうございます。そして第1位殿下会さんありがとうございます。それでは皆さん今日も一日ありがとうございます。あー、ジョージさんもたくさんありがとうございます。ギフト。それではそれでは今日も一日ありがとう。配信最後のあっち向いてほい、いきますよ。せーの、あっち向いてほい、うえー。今日も一日ありがとう。おーやーん、おーやーん、また明日夢の世界でも会いましょう。おやすみ。